音入ってないね。音が入っていないと。もう一回どう？どう？音入った？入った？入った？しつこい。入った？落ち着いて。もう一回取れる。いや、コマーシャル中音消してたもんね。そう。ああ、そうか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 。え、入った？入ってると思うよ。大丈夫ですか？確認できてるよ。うん。なんかね、前入りがね、一人でなんか口パクで喋ったっていう。あ、本当に？よかったよかった。はいはいはい。はい。今の間は何だったんだっていうね。はい。あのね。どうも周りはよく喋るらしいけど実は口パクだった疑惑がねちょっと浮上しちゃうとちょっと困るので、まあ今日も一生懸命喋っていきたいと思います。はい、整理収納アドバイザー参りです。よろしくお願いします。はい、ちなみにこのスケッチブックも子供が幼稚園の時に使ってた。そう、余ったやつをまだ白いとこいっぱいあるじゃんって言っても、もう幼稚園のやつって使いたくないんだよね。なんかもうその頃より可愛く描けるようになってるから、なんかもうこれは小さい頃のやつみたいな。そうなんで、じゃあ白いとこママ使っていいって言ってそうもらってきました。節約だね。節約か。そう、節約っていうよりも、そう、物を結局もったいないから捨てれないとかって言うんだけどね、でも使わずに持ってるのもそれはそれでもったいないよねっていう。そう、そうで結局家の中の9割方いらないものじゃないかっていう言われるぐらい。そうそう、なんで本当に日常的に使ってるのって服とかも大体いつも着心地のいいこれとか合わせやすいこれとかって、スーツ4着あるんだけど、うん、ついに着てるんで1か2でしょ、でしょ、うん、うん、うん、だから、でもね、4着だったらまだね、スーツ4着少ない方だと思う。夏だけでは、うん、持ってる人はもっとあると思う。で、しかもそういう人に限ってスーツ着るのが毎日じゃなかったりとかね、うん、うん、うん、しちゃったりとかして、あと、微妙にもサイズがその頃と変わってるのに、そうそう、なんか手放せずに、でもじゃあ着るのって言われると着ないみたいな。それはそう、それこそタンスの肥やしというやつで、そうそうそう、そこを開けるとまたすっきりするのもそうだけど、風通りというか運気の流れも良くなるし、それこそね、仕事も余白に入るとかって言われるぐらいなんで、うん、ぜひぜひお片付けをおすすめです。はい、おすすめです。お願いします、はい、でね、今日は、この間第1回目でちょっと防災について、お話しさせてもらって、まだ見てないよっていう人は、YouTube の方でまた見れるので、もう本当にね、そうなのっていうことが結構ダラダラ喋ったんでぜひまた見てみてください。でその中で一つ結構防災、その避難した時に問題になってると言われているトイレ、うん、トイレ問題ってあって、で防災用の簡易トイレなんかもね、今は結構いろんなメーカーが出してたりとかするんで、まあ、種類的にもシートタイプ、ペットのシーツ的なシートタイプ、あとは凝固剤固めるテンプル的な油みたいに固めるタイプ、あとは、タブレットって錠剤で、その錠剤をドサドサっと入れると、そこにそれが吸ってくれるっていうか、化学反応で固まるみたいなタイプで、あとは、吸水パック、これもシートが、袋に内蔵されてるみたいな感じかな。でもどっちみちいろいろ使い勝手を検証してみたっていうサイトがあったんで、そこも見てみたんですけどそうでね、そう、意外とその一回その検証する分には問題ないけど、やっぱりそのトイレって一日何回も行くじゃんね。で我慢してって言っても、我慢しても結局たまるはたまるからね、そう、どうしようもない。でしかも自分一人だったらいいけど、家族もいるわけじゃない。そうすると人数的に結構なね、量を用意しなきゃいけないってなっちゃうんですよね。うん、そこがまた難しいと。で、意外とその、なんていうかな、
市販のものだとそのシートとかタブレットとか凝固剤とかに袋が一緒にセットでくっついてきてるんだけど、袋が白とかちょっと中が見える感じの、なんかあのやっぱりそれをすぐ捨てれないじゃんね。結局家であの被災するにしても取っとか置いとかなきゃいけないから、そう、そうするとあのこう片付けもその物が多いとそこから心理ストレスをあの無意識にね受けちゃうよっていう話をするんですけど、そのゴミに関してもね、うん、結構ストレスを受けちゃうと。で、その中では黒いポリを使ってる製品だと中身が見えないので、そこまでなんていう、精神的なストレスを受けづらいんじゃないかっていう検証をしてたんですけど、それこそあのそういうトイレがもしなかった場合、うん、なかった場合ね。で、前回その被災地避難所にこう仮設トイレが来ました。でもそこにすごい並んでていつ入れるかわからないとか、そういう状況もねあるよっていう中で、例えばその中家とかでもね、その出先でもなかった場合に代用するものっていうのが載っていて、でまあそれはシェアする価値あるかなと思ったのでちょっと今日お伝えしますけど、その結局黒いポリがもしあれば、黒いポリがあの中身が見えないからベストだと。でそれプラス新聞紙で、おむつがあるうちは赤ちゃんとかあのご老人とかがいて、あのおむつがあるうちはおむつでももちろん代用できるよと。ただそのそういうのがない家庭の方が多いですよね、うん、ってなると、新聞紙2枚、新聞紙って結構その吸湿性、よくね押し入れの下に敷いたりとかっての昔からありますけど、引き出しの中に敷いたりとか吸湿性がかなりあるので、新聞紙2枚であの大人が1回ぐらいいけるんじゃないかっていうのを言ってましたね。でまあその見た先々によってはそのちぎってっていうところもあるし、1枚は畳んだ状態で1枚はくしゃくしゃにしてこう水分を吸いやすいようにしてあげてとかっていうのもありました、うん、なのでまあその状況によってだけど、あ、そういう使い方もできるんだと、うん、なんでね、その片付けとかでも物をできるだけ少なくっていうイメージはやっぱりあるけれども、その防災に関してはちゃんと蓄え必要だよと。で、新聞紙とかもあのうちは新聞は取ってないですけど、新聞取ってるうちなんかは結構ねこれだけ溜まったら古紙回収に持ってくよっていううちもあるとは思うんですけど、まあそうだね、キッチン周りで使ってるうちとかね、お掃除で使ったりするお家なんかはある程度ストックあると思うんだけど、まあ今のうちにそういうストックをね少し置くっていうことがない人はちょっと考えてみてもいいのかなと思いました。で、あとまあ防災で言うならば、よくスーパーの袋、あとコンビニとかでもらう割り箸スプーンも片付けに行くとかなりあの溜まってるうちも多いです、うん、あるある、うん、で割り箸に関して言うと、このシーズンバーベキューとかするたびに割り箸100本入りを袋で買うっていう人多いんですよ。そうなんで、そう、そういうのも、まあ、使ってないからね捨てるっていうのも微妙だしって、あんまりたくさんあるんだと例えば今日からお弁当しばらく割り箸で我慢しようとかっていう方法ももちろんあり、だけどその防災に関してもちょっと割り箸があると便利かなっていうのはありますよね。もちろんお箸とか洗えないし、うん、で例えばちょっとそのね、なんていう、こう手で触りたくないものとかっていう場合もあるから、そう、そういう時にもまあ使えるのかなっていう、うん、そういう使い方もあるので、その防災のグッズの中にそういう割り箸残ったら入れとくっていうのもありなのかなって、うん、思いました。で、ちなみにトイレの水って多分止まるじゃないですか、実際に家にいたとしても止まって、でその後例えばお風呂の水で流そうとする人とかいるらしいんですよ。ただ気をつけなきゃいけないのが、その地震とかで見えてるとこはいいんだけど、配管とか中の方はちょっとどうなってるかわからないじゃないですか、うん、そうするとそれでこう無理に流してしまうと逆流するんでした。そう、逆流だから、せっかく家で過ごせてるのに逆流したらね、元も子もないですよね。そうで、
貴重なそのティッシュとかそういうものをそこの犠牲にしなきゃいけなくなる。その、まあ、例えばね、古着だったにしても、うん、古着一つね、いざその何災害の時になれば、あのまあ素材にもよるんだけど、例えば T シャツみたいな綿のものだったらこうおむつ代わりにできたりとか、女の人のね生理用品できたりとか、そういうこともできるので使えるんですけど、そういうのをまあね、そんな変なところに犠牲にしちゃうとそうもったいないということで、ぜひね、その黒ポリとね新聞紙はあのあってもいいかなと思いました。うん、でね、その防災に関しては静岡はまあいろんな情報を出してるんだけど、こうまとまってうまく見れるようなところっていうのが私の検索の仕方が悪いのか見当たらずで、その中でたまたまね、防犯トイレかな、ちょっと待ってね、そうとりあえずその今日話した内容も含め、また防犯トイレ、はい、すぐメモ、すごいね、はい、この前の、すぐメモ持ってきた、そう、防犯じゃない、防災トイレ、そう、で、そう、検索してみると、またいろんな情報が出ると思います。で、その中で、東京都の防災ホームページっていう、防災だけのホームページっていうのがあって、ちょっと待ってね、東京都防災ホームページ、ホームページはカタカナで書いてある、ね、ホームページ、そう、そこは結構具体的にこういうものでこれは代用できますよとか、これね、これもここもぜひ見てほしい、うん、でここの中のねテキストデータっていうところに結構細かく情報が載っていて、例えばさっきのおむつ一つにしてもこういう風にできますよっていうのが細かく載ってました。そうこのテキストデータっていうところの中ね、そうなんで一度見てみる価値はあります。意外とね、防災なんかね、自分も防災のことをいろいろ考えるけれども、ちょっとね、なんていう、多分みんなもそうだと思うんだけど、恐怖心っていうか、こう見なきゃいけないんだけど見たくないみたいなところが正直あって、でしかも明日のことかって聞かれるとわからないから、こう片付けみたいになんとなく伸ばしになっちゃってるようなところね、そうあるなって。でもなんかもういつ来てもおかしくないってずっと、もう私もね、小学校とかの時からもうずっとそういう風に言ってたのでね、もうそれからかれこれね、もうだいぶ経っちゃったな、20何年経っちゃったのねそうなんでね、そう、それを考えると、そう、もうそろそろなんか、まあ私がそのね、まあ子供を持つ身としても、必要なのかなって、思いましたね。で、ちなみに静岡防災で調べたところ、島田商業高校さんがなんかアプリを作っていたんですよ。で、ちょっとダウンロードしてみて、まあちょっと見させていただいて、まあもっとこれからなんだろう、いろんな手を加える、なんだろう、楽しみもありそうだなっていう、加えがいがあるなっていう、感じで、まあ島田商業高校さんには頑張ってほしいなっていう、全然あの知り合いがいるとかじゃないんですけどそうもし見てる方いたらね、ちょっとまた見てもらって、ぜひなんかね、そこを結局その防災、そのいざなったって時にそういう若い力って結構必要、その高校生がその避難所とかそういう地域で手を貸してくれるってすごい大きいと思うんですよね。なんで、そうもね、せっかく逆にこういうところにいるのであれば、そういうところもね、まあ勉強しながらね、学べるといいのかなっていうのはありますよね。でやっぱり意外と情報が入ってないので、この前も言ったんですけど、例えば地震が
起き始めてから横揺れだった場合には数分揺れるから、その間にこの辺は津波がもう来てしまうとかね。そう、4分5分ぐらいなんですって、この辺が。ここ、そう、焼津、そう、 4,5 分でもう津波来ちゃうって。どこ逃げる。そうだからね、だからね、そう、そう、津波はもう基本的に高台に行かないと、なんで、まず、まあ、自分の住んでる住まいがそもそも海抜どのぐらいのところにいるのかなとか、近い高い建物どこかなとか、うん、高い建物はね、もう鉄骨とかでできてるんで、もう壊れる、何、下が崩れることあるかもしれないけど、上まで全部こうぐしゃっとなることはあんまりないので、うん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 、なので、その避難場所もそうだけど、うん、その辺をね、ちょっとうちにいる場合と日中よくいる場所ぐらいは考えておかないと。で、ちなみに牧之原市さんが去年かな、一昨年かな、私がたまたま聞いた時、夜に津波の避難訓練やったんですって。なるほどって思ったんですよ。だって実際にいつ来るかなんて分かんないじゃないですか。そう、昼間にこうタイミングよく見計らってね、来てくれればいいけど、そんなね、夜って言われたら多分今までこう知ってた知識すらもパニックで飛ぶぐらい多分パニックだと思うんですよ。そうだし、周りは見えないし、もちろんね、電気系は全部多分飛んじゃうだろうし、そうなんで、まあそういうとこも含めてね、これからね、その自治体的なその市町村とかそういうのもそうだけど、まあそこに住んでいる人たち自身がそういう意識を持って、まあ、いつ来るかわからないっていうところで、うん、意識的にも備えが必要っていうのはすごく感じましたね。うんうん、そう。で、ちなみにその整理収納アドバイザー的に言うと、ローリングストックって聞いたことあります？ローリングストック、ローリング、これも言おうと思ったの。そう、あのね、一応その最低でも 3,4 日はないと食料足りないよっていうのは言われていて、で、理想は7日分、一人につきですよ、一人につき7日分。そう、一人につき7日分って言われてんだけど、そのローリングストックっていうのは、はい、すぐメモ。そう、ね、ローリングストックっていうのは、こう、例えば7日分だったら、7日分の食事を用意して、それを、その、防災の日とか、何かのきっかけで、こう、使い回す。食べてみる。実際にでも食べてみると、こういうのって使えるねとか、逆にこれって保存食でいいと思ったけど意外と使えないねっていうものが出てきたりします。なんで前回ちょこっと話したガスボンベとか、そのボンベの本体自体がないようなお宅が、あのカップラーメン備蓄しても作れないわけですよね。悲しい。うん、そう、カリカリってことですね。うん、そう、まあ食べれなくはないけど、ただなんかその一時的にその、まあでも多分ストレス的にすごくストレスを受けた状況の中で、やっぱり食事ってすごく大事になるらしくって、そうなんで、それが本当に食べれるものかどうか、だから逆に言うとあんかけのそぼろ丼とかそういうのはいけるかもしれないね。うん、パックのご飯とかあんかけそぼろ丼とかだったら、そう、そのままいける可能性はある。そう、ただパックのご飯もそのままじゃ厳しいのかな、ちょっとね、チンはできないしね。そう、やっぱお米もアルファ米って言われますね。アルファ米、うん、だから多分冷蔵庫に冷やしてる冷やご飯っていう、うん、とかもそのまま食べるにはちょっとっていう感じがするから、いくら常温に戻したとしても、そう、アルファ米とかはないしね、普通の家には。うん、あのね、炊き出しとかで、あの自治会が用意してるのはちゃんとアルファ米で、なんか炊き込みご飯みたいな感じで食べたことはあるんですけど、うん、一回ね、そういうなんか食べ物に関しても。で、ちなみに、お子さんがいるうちは、あのお子さんが食べ慣れたものでないと、大人はまずくても我慢して食べれるけど、子供はまずいと食べれないですって。緊急時も、そう、食べないか。うん、
小さい子供は食べれないってまずいって言って食べない、うん、そうなんで逆にその子供が食べれるような内容とかあとお菓子があるとそういいって、うん、言ってた、うん、そう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 なんで意外とそのなんて知らないことはいっぱいあるんだけれども、うん、なんか怖ね怖いのもあるし考えなきゃいけないのは分かってるんだけどっていうところで多分止まってる人はかなりてかほとんどそこで、うん、そうほとんどそうなんで、ね、そうそうそう、うん、そう、そうでね実際に持ち出し袋とかでこうセットされてるものの中にも使い勝手がいいもの悪いものとかもあるらしいんですよ。そうそうそうなんでそれこそ防災の日とかその避難訓練っていう年に2回かな9月と12月とかでしたっけある時にはそう、そういうものを見直すといいよってやっぱり言われてますね。うんうんうん。であとはその子どもの年齢とかも変わってくるから結局昔はこれ欲しかったけど今はこれいらないとかっていうものも出てくるし逆に昔はいらなかったけどこれ欲しいよねとか、うん、逆になんかもう何着古した服とかでも防災にあったらいいかなとかって思って取っといたけど意外ともうこれ全然入んないから素材的にもちょっと雑巾にもならないよねっていうものもあるかもしれないし、うん、その辺考えものですよね。うんうんうん。なんで、で、前回も言ったけど一番大事なところで、防災用品って、お片付け的に、よく言われるのが頻度ごとにしまう場所を分けましょうと、うん、よく使うものは使いやすい場所へ、あまり使わないものは使いづらい場所でもいいよっていうふうに言われるんですよね。ただ防災用品に関してだけはその基本使わないですよ、うん、使うことでめったないですよ。見直すことはまあ年に何回かあるにしても普段は使わないけれども何いつもすぐ持って出れる場所とかにあること、うん、でそれが、まあ、すぐ持って出る場所が玄関とは限らないんで例えば吐き出しの窓の場合もあるし、うん、ところに、置いておく必要があると、うん、なのでその辺を自分家のうちはどこから逃げようかなその近くでどこに置こうかなっていうところを考えた上でじゃあ何を入れようかなっていうところが必要だと思います。で、うん、そうだねそんな感じで、意外と、うん、防災については結局なんかお片付けの件のこともうちょっと話したかったんだけど防災について熱く語ってしまい、そうでも絶対に知ってて損はないと思うので絶対に必要だと思うんで本当に前回もいろんな人に私あんまりなんかヤジテレビに出るとちょっと恥ずかしくて自分がわかんないなんかね意外と私目立ちたがり屋みたいな感じに見られるんですけど全然なんか意外と下手意外と下手れなんで私そうだけど前回はさすがにその防災のことに関してでみんなにもシェアしたかったんで見てって言いましたやっぱうんなんで、まあ、今回見てくれた人前回の見てなかったら見てほしいし、まあ、前回の見てって言った人にもまたもう一回言ったから見てよっていうのを言ってみたいと、まあ、思ってます。ぜひ皆さんもね自分の家ではどうかなっていうことを実際に考えてみてください。はい、はい、では次、私の番組終わりまして次オカボン TV、ミラクル相談所、はい、古田さんの楽ちん人生ですね。もう人生山あり谷ありなのにねそこを楽ちんにっていうね待ってってそうそうそう楽しみですね。はいじゃあお願いします。ありがとうございました。またねー。時間が足りないもっと喋りたいなんかさ自分の専門学校の教師やってるみたいな感じだったね。聞いてて、ああ、そうだよね。自分の特技の話だね。
サウルさん、ありがとうございます。サウルさん、どうした？うん、違う、ボンちゃんの見え方。あ、結構上向いちゃって。ちょっと上向くね。じゃあ。私がこうやってやってよ。あ、すごい幸せそうだね。なんか若干音消すのやめたら入れるの忘れちゃった。そうね、危なかったっすね、よかった。そうだね、かけノウハウがいきましたね。そう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 、これ、あ、静かにしてた方がいいってこと？ん、何？うん、静かにしているの、うん、私今日いっぱい持つのたくさんあるね。あ、お願いします。何何これ、一番楽しんでるな、この人。え、これ岡本 TV の歌？これで入るのね。ちょっと待ってよ。あ、音入ってんだね。なんと前あっちこっち聞くんだな今。あ、そっちか。もうちょい、あ、もうちょい、もう一回。写真撮るの歌。あ、オッケーオッケー、あーいい、あーいい、はい、そしたら持っていられる。うん、ポンちゃん小さいね。小さくてどっか向いちゃってる。ここにもこれと一緒ぐらいになっちゃうほどね。仲間、まあ、かわいい。意外とでも私もなんかさあ、はい、みんな見てますかね。どうでしょうね。あ、これ見えないんだ、俺がやっても。いや、いいな、このここ私も作ろうかな。簡単にできるよ。本当？うん。これ10分もかかってる。マジで？じゃあ、途中写真いつか出てくる。そうそうそう。いろいろね。かわいいやつを作って、綺麗になりそうなの。うん、いいよ。あ、みんな。やばいやばい、もう。さあ、いつものごと、あ、来た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 。さやかさん、さやかさん、あれですよね、堀光大さん、パーソナルトレーナー、 OK です。とりあえずどっこいしょも作ったから。何今、恵美子ちゃんが言ってんのかな、語ってんのかな。何恥ずかしいからやるの。え、今のさ、青木さんの声？そう。あ、オカモン TV もそうだよ。ちょっと音楽流してください、じゃあ。何で？ま、いやいや、お出かけチャンネルいいから今。あ、もう始まっちゃった、始まっちゃった、ほら。はい。もう始まりじゃないですか。あ、そう。